オッケーオッケー。あー危ない危ない、焦ったぜ。向こう側の、向こう側はね、まさかのね、文化教室だと思わなかった。隣の家が。そう、ということで、どうもリフトンです。あのね、最近ね、なんかトレンドに急に上がったブルースカイってわかる？ツイッターで、ツイッターじゃない、 X とか。クソなの、ブルー X と名乗るツイッターだから、あれ。そうね、旧ツイッターって、いいんだよね、ツイッターで、うん、でツイッターでね、あのブルースカイっていうものが急に上がってきて、なんだろうなって思ってたら、すんごいツイッターに似てるもう一個のやつがあった。ああ、そうそうそう。あ、面白そうと思って、ちょっと俺もね、パッと始めて、そう、あのそっちはね、あのただただ自分がね、あのゲームやってるものを上げてるだけ。もう一個のツイッターの方は実況とかの方を上げるっていうね、分けを作った。自由でいいわよ。やっぱ好き放題打ってるから、ゲームそうね、あんまね X の方、 X じゃね、ツイッターの方はね、余計なもの書かないでおこうと思ってるからね、今黙って実況ばっか上げてるから、どんどんね動画もあれしたいんだよな、ちょっとショートとかいろいろ作って。最近ハコさんがパルワールドにドハマりしてるからさ、パルワールドの実況を始めたけど、パソコンはやっぱいいですぞ。パルワールド、あの XBOX でもできるんだけどね、新しい方の。プレステではないだろうな。もうあのゲーム異常にちょっとね、リスペクトが多すぎる。いいようで言うとリスペクトが多いからさ。もう、あ、どっちだと思う？ミキ。はい。あ、ミキ。ラジオナウ、おいしさ、ラジオナウ、ウィッちゃんとミキ来たね。だよ。あ、じゃあこれ先に。やったぜ。サムネお願いしても。あ、そうだ。あのね、コードが入ってるけど使われてるかどうかわかんない。使われてるでしょ。使われてる。いや、こういう時はたまに使われてない気があるじゃない。まあたまに。で、帰って入れてみて使われてたら、もう一個来る、もう一個来た時にそれ渡すから。そのコード、そうそう。でそっちが使われなかったらラッキーで、未だに来ない。あのね、とりあえずそれね、ブックオフだったのよ、買ったの。そのネットでね、ネットでブックオフで買って、2日3日ぐらいで取れたの。で僕は楽天で買ったの。楽天くんは遅い遅い。楽天カードマン、楽天ね、ね、楽天も多分あのヤフーかなんかクソだな。でも楽天もブックオフなんだよね。ブックオフ楽天市場、買ったのがね、もう4日前。ああ、4日前でしょ。1週間ぐらいで届くかなと思うけど、1週間ぐらいで届くでしょう。財布がちゃんとあるんだったら。楽天と駿河屋はマジで遅い、来るのが。ネットで言うとね、一番早いのはアマゾン、次の日だな。でだってあれでしょ、アマゾンのやつはさ、会員かなんかだとさ、早く届くんでしょ。ああ、そう。あ、でもまあお急ぎ便っていうのが あるんだけど、それがプラスお金かかるか、会員だったらただかの違いっていう あれなだけだけど、まあアマゾンはね、まあ、大手だから。まあさすがにね、そこと比べちゃね。まあね、なんだっけ、リザレクションか。リザレクション、ちょっとサムネ今作っちゃう。リザレクションって何だ。といたリザレクションはあのバーストの時のリメイクだから、あのレイジバースト以降の技術をあのバーストの方に移植してますよって感じ。あ、そっち。だからあの操作系だとレイジバーストの後で 3の間かなっていうね。今スチーム版のゴッドイーター3がなんかめちゃくちゃ値引きされてるっていうのになってて、まあ、いやこの間ね、なぜか知らないけどゴッドイーターが上がってたんで。そう、ああ、それはパルの派生でしょ。そう、パルが原因だからな、あれ。何ワールドとまでは言わないけどさ、あれでもほら、何とモンスターをパクったのかちょっと分かんないけど、バルットモンスター。もうアウトなんだよ。あのね、そのこれをね買いに、仕事終わって、赤羽から上野まで行ったのよ、一回。家に帰らない、はい、そのままで。上野のブックオフには売ってるっていうのを、そのブックオフって、オンラインで調べると今在庫が分かるのよ。あ、ここに売ってんだ、じゃあ行こうと思って。でそのオンラインでは2000円ちょっとって書いてあったの。
うん、あやつと思って、じゃあ直接行った方がいいなと思って上野に行ってみたら6000円だった。ぼったくり、高っと思って、でその横にあったゴッドイーター3をパッと見たら500円っていう。あれね、でも3もいいゲームなんだけど、3をしっかり楽しむためにもね、そこを全速をやってもらいたいんだよね。なるほどね。こうでもなんでそんなに安いんだろうと思ったんだけど、そういうもんなのやっぱ。ちょっと評判が、あの評判というか噂が悪かったね。あ、そうなの？あんま良くないのあれ？なんかそれはなんか単純に叩きたい人が叩いてるっていうのが強い。あれだよ、なんかあのガンダムとかでもさ、基本的に名作だよねってなってるのに、いやあれはちょっとみたいなやつらの声がでかすぎて結局なんかちょっとっていう。営業妨害ですね。そう。そうですね。なるほどね。あ、まあそういうのは多いよね。っていうか、まあまあまあ前評判が良すぎたってことでしょ。多分。単純に期待値が高すぎたのが良くないね。俺からしたら2の方がクソストーリーだと思うけどね。ストーリーだけで言ったら悪いけど。3だ、やってないんだな。3やるとしたら買うか。は、やれよ。500円安い。安いよ。え、やる？え、俺は基本的にあのメインストーリーは終わらせてるから。追加ストーリーだけがまだ終わってないだけだから。あれ？リフテやる3？ まだ2は行ってないけど、リフテは。俺1も2もやったことない。1終わったら2やるでしょ。2終わったらレイジバーストやるでしょ。レイジか、むしろ 2やらずにレイジバーストから始めても問題がないからね。レイジバーストってどう？あの2の、うん、まあ、続編。あ、まあ、2と2の続編が一緒になったよっていうのがレイジバースト。あー、だからあの2も買わなくてもレイジバーストさえ買っとけば2と、うん、あれはあのストーリーはちゃんと全部見れるから。わかると。そうそう、武器も使える。あ、ただなゴッドイーターな。なるけどな。アニメめちゃくちゃ良かったんだよな。アニメは見てない。 いいよマジで見てほしいわ。本当に絶望してほしいよ。ゴッドイーター自体は今までやってこなかったからやっぱ分かんないんだよな。なんかこうどういうものなのか。とりあえず1やれよ。それ以外言うことはね。3が違う。いや、1のストーリー見てからでいいよ。1のストーリー見ろよ。いや本当にね、ストーリーとして確立してたあれは。うん、1はマジあの、うん、あの1も2もちゃんと泣けるから。ちゃんと泣ける。まさかだけどゴッドインターって、うん、3しか売ってないのか日本だと。え、チーム？ああ、そうなんじゃない。あ、まあ、あの、ね、PSP に対応してないでしょ。ああ、だからその、あの1だったらそのリダレクションがプレステ4とか用に発売されてるやつだから。ないね、やっぱ2もないから3しかないんだ。スチームは多分 90% オフだよ。おいゴッドイーター、今がチャンスだぞ。新作発表しろ。そうだ、みんな今だよ。みんな期待してる、ね、みんなが期待してる。誰も頑張ってる。ほらやっぱそうだ、海外には売ってるけど日本では買えない。なんで2も出てる海外では。おまくに状態だ。この前ねソニックがおまくに解除されたから。ああ、あれアドベンチャーだっけ。あれはそう、アドベンチャー2か。まあ突き破って買っちゃったけど一回。出るんかい。しょうがないよね、所在地は。そうなんだよ、国を変えて。変えてらっしゃるな。別にもう出ないでしょ。ゴッドイーターストーリーもそうだけど、普通に中学生高校生がやったら性引き歪むからな。いや歪まないよ。歪むよ。歪まないよ。いや、お前カッコたるものにするんだよ。歪んでんだよな。歪んでないんだよ。歪んだ上でセメントで固めてカチコチなのよ、それはもう。いや、あの逆に言うとこれからの道をあの舗装していく感じだから。お前レール敷き始めちゃダメなんだよ。これ危なかったんだよ、ごめんなさい。アマゾンでさ、そうブックオフとかで買う前にこれ見て、新品で出てたのこれ。原価でこれね、新品なのよ実際。書いてあるの新品って。ただね、これあの今まで新品なくて急に新品として出始めてなんかおかしいなと思ったの。一回本当カートに入れて購入までやったの、うん、でもあの引き落としもされなくて怖いな、あれだったから、ちょうどいいや、ちょっと一回調べてみようと思って、このね販売元をペッて調べてみたの、うん、出荷元アマゾンだから大丈夫だなと思ったら、バッカみてにね、ここはね評価が星 4.5、 4.6 なのよ、うん、ただね最近全部1なの。1とか2だったの。あ、だから自分たちで桜状態にしてて、ここ
自分たちで評判良くして実際に来たもの全部新品で購入したのに中古品が届きました。やばい。そう、中古だったって。しかもこれもう横線入れられてるんですよ。あ、新品って言ったのに中古だったと。あれか、半そのそこの元の人に修正じゃないけど、そう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 、されてんだ。でこれを見てやべっつって、すぐ取り消ししてすぐブックオフに変えた。危ない、ね、危なかったよ。怖いね、そういうのがあるの。怖いよ。いや、よかったよかった。そうだ、ゲームの話しよう。これどっから届いたんだっけな。ゲームの話、千葉県だ。千葉にあるから来たんだ。どこ経由できたんだっけな。サウザンドリーフから。サウザンドリーフ、ちゃんと返品用の紙まで入ってる。ブックオフの、さすが文化村ブックオフ。見てよ、そうだ、シャオラ。あ、千葉県ですね。市街同士。あー、サムネが見当たらない。サムネがいい画像がない、さっきから。普通に公式ホームページ行けばいいじゃん。公式ホームページにもね、なかったんだよ全然。あるよ。このさ、昔はさ、よくさ壁紙としてさ一個ペンってあったりするじゃん。今回ね、ないんだ。アイドルマスターとのコラボがありますよぐらいしか書いてない。あ、結構前からだな。だいぶ最初の本なんですよ。まあ元はそうだからしょうがないとは言え、合いますか。世界的に合わねえんだよなっていうのはすごいやる。いや、昔と今とのあれか。あとは音宗小鳥のオペレーションボイス、プレデターパック。そんなないこれはね、あまりにもね、確かにいんだよね。最近だと、ね、調べられないから多分誰も持ってないんじゃないもんかな。まあ、ちょっとね、強引に1個作ってみるか。もうそれかあれじゃない、ツイッターでさ、ツイッターのあのフリー素材で出して書いてくれてる人のやつで、自由に使って大丈夫ですよっていう人だけを探し当ててやるしかないとか。めちゃめちゃ時間かかりそうだな、それ大変だよね。だいたいね、こう書いてあってもこういいよってわざわざ言う人が少ないからさ、やっぱ、まあ、そりゃね、そりゃそうなんだけども、最近の AI ソフト、そうだね。だから、あの、もう自分でやれ。そう、自分でやる。あの、まあ、一番楽なのは一回起動させて、うん、あの、そうしてください。そう、みんなのやつをスクショ、そうしてください。あの、それをするしかないから、ね、ネタバレになるから、 あまり調べすぎると、画質悪い。そんなもん、だから一回やる。よし、一回やる。まあ、その方が確定だからね。打ち込む、いやー、めんどくさいな。直撮りっていう、そう、俺が一番まあいいんだけどね。スマホで直撮りっていう方法があるだろう。 3D になっちゃうんですよね。これは楽なんだけどな。レイドライクション、レザレクションで調べるからじゃない。なんで調べないか、普通にゴッドイーターだけで。ゴッドイーター、ブーチ、嫌です。ワンの頃の壁紙は全く違うよ。誰だお前、ガノンドルフみたいなやつだ。これ大すごいんだぞこいつ。ガノンドルフでしょ。うわ、マジゴッドイーターしか書かれてない、すげーシンプルなやつがいる。いいじゃん、それでいいじゃん。もうおおもうこれでいいじゃん。悪くはない。ある意味シンプルイズベスト。下にあの、リザレクションって書いておけばいいんだろう。あ、手書き、ほら、あるじゃん。これがあれか、あー、ページ保存じゃねえよ。名前つけて、どうぞ、ペチッと。ほら、あれ、バジュラだから、この間はやってたなんだっけ、コードウェインか、コードウェインも出てるよ。バジュラは出てこないよ。出てくるよ。バジュラ出てきたっけ。出てくる、出てくる。マジで、え、嘘、違うよ。バジュラ出てるよ、コードウェインだよ、コードウェイン。コードウェインでしょ。ディアウスビターでしょ、言ってんのは。あ、そっか。言ってるんだ。いや、でもバジュラ出てきてるんだけど、そんな、バジュラ氏出てきたっけ。いや、映像だけで、映像だけで戦った記憶ねえなと思って。ぶち込むしか
ないね。難しいよ。ちょっと一回 X でゴッドイーター、ゴッドイーター、公式先輩なんかですか。3だから結構ギリギリ車に3公式でもいけるか。これ3公式って書いてあったよ。いや、わかんない。あ、シリーズ公式って書いてあった。シリーズ公式か。リザレクションっていつ発売？3の前や、うん、3の前やね。っていうことはこれだよね。それが3やね。3じゃねえか。残念。くそが。ここ数年は基本3の宣伝ばっかのはずだからな、さすがに。3とあとスマホ版の。はいはいはい。まさかスマホ版とかあるのか。レゾナントオプスだっけ。あれは全然やんなかったけど。じゃあもう普通にリザレクションまで書いて、3じゃない、メディア、あーないね。一番下のやつは、これはね、誰かのやつもう、ああ結構強引に作ったな。しょうがないよね、そうなるよね。結局作ったね。作られてるやつはその人のあれだから使っちゃうんですよ。よし、ソフトを貸してくれ。デレデレデレ、おいじじフリーダム見たか。見たよ。よかったろ。お前先週の土曜日見に行ったらしいじゃん。見に行ったよ。俺もそうなの。嘘だろ。本当なんだよ。本当先週の土曜日あの見に行った。確か土曜日。土曜日じゃない。土曜日。これは土曜日。これ土曜日だった。これは土曜日。ちゃんと写真であのちゃんとねやってますから。はい。ああ、よかった。本当によかったシード。面白かったんだけど、あのギャグ時空がドリフトで割り込んでくるのがすごいんだな。急にあのズゴックとか、まあ、ズゴックもそうだし、あびっくりした。アスラの必殺技とか3件伊達じゃない、まあ、欲しいものがセール中とかってシャシャってるだけでね。本当にあのなんで X でひたすらあの 6L リガミレイクイエムが流行ってるのかっていうのを見た瞬間にやっとわかるっていう。よし、ちょっと起動だけ借りるわ。どうぞ。ふぅ、あ、2本撮るかな今日。ちょっとまた別の見つけた。以降がね、あのまたボディカメラ系なんだけどね。海底内にいて、まあ、化け物が襲いに来る。でもう一個が、あのドントフェイスアップってやる。顔上げんなって。フリーゲームなんだ。単純にずっと下向いて歩き続けなきゃいけないんだけど、きつくね。きつ、わけが分からん。何かに見つめられてる時に下を向けたらなくて、上を向い、前を向いちゃダメってこと。そうそうそう、きつくね。ずっと下見てろって。下見ながら動かなきゃいけない、行動しなきゃいけないっていうゲーム。マップがあればギリマップないと死んではないです、ね。まあ、ということで、まあ、この2つをね一応やる予定で、重いね、結構重い。 BM が7ギガ。まあでも多分プレイ可能時間のあそこまで一応行けば作れると。まあまあいけるはず。18分だ。そろそろ1回止めるか。いいです。じゃあまた次回ね。はい、また別のこと。エイリアンもさ、撮らないといけない。そうなんだよ、撮りたいんだよ。言ってんのに、あの肉店がタイミングだろ。肉店がパルワールドやってるから、ね、それとともにもう編集が止まらなくて、まあ、はい、一回止めます。はい、お疲れちゃん。お疲れ。一瞬私はお手洗い。